増え続けています。しかし、海岸にはカツオマイボシと言われる猛毒のクラゲが大量に打ち上がっています。専門家によりますと、何度も刺された場合、アナフィラキシーショックで呼吸困難に陥るケースもあるといいます。カツオマイボシに刺されたらすぐに病院に行き、処置を受けてほしいとのことです。